ここは讃岐国分寺跡の僧帽跡です。讃岐国分寺跡の発掘調査は数々の新しい発見をもたらし、特にここ僧帽跡の調査成果は多くの人の注目を集めました。建物の大きさは東西84メートル、南北12メートルと全国の国分寺の中でも最大級を誇ります。この大家の中にあるのはそのうちの東半分です。柱や壁はなくなっていましたが、柱を支えた礎石や扉の基礎部分となる地覆石がそのまま残っています。その様子から奈良時代の僧帽を復元することができました。讃岐国分寺の僧帽は中央に集会や食事などをする広間があり、その東西に4室を1単位とする棒が3棒ずつ並び、全体に24の個室があったことが分かりました。讃岐国分寺跡の発掘調査で寺の敷地は水地で囲まれていたことが分かりました。水地は奈良時代平城京で初めて採用された最新の工法で作られた塀です。ここでは国分寺が建った当時のありさまが分かるように水地塀を実物大で復元しました。